こんにちは、ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトスナップショット 20W29A のアップデートがありましたので紹介いたします。今回はコマンドについてのちょっとした変更点やその他のバグ修正などを紹介していきます。まずはスポーンポイントとセットワールドスポーンのコマンドに視点についての追加がありました。以前まではスポーンポイントやセットワールドスポーンのコマンドで視点についての変更ができず、必ずゼロの視点を見るようになっていましたが、現在ではこのようにアングルを変えることができます。例えば視点を90度に変えることで、やられた後のリスポーン先で復活した時に視点の角度を変えることができます。ワールドの初期スポーン地点とリスポーン地点の視点の角度をこのように変えることができるようになりました。最後のニュースはこちら、マイクロトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。ツールがクリエイティブインベントリのマテリアルに基づいて相当されるようになりました。ワールド限ノイズセッティングにノイズ構成を含めることができるようになりました。ラージオークフォレージプレイサーがブロブフォリエージプレイサーに誤ってシリアル化される問題を修正しました。骨粉で花を作ることができない問題を修正しました。バニラワールド限構成でスノーウィーのスペルがスノービーと表記されるいくつかのインスタンス問題を修正しました。不死のトーテムは最大の対価1ではなく対価2を与える問題を修正しました。白樺の森および白樺の森の丘のバイオームで白樺の木が正しく生成されない問題を修正しました。アイテムを拾ったりグラフィック設定のエクスペリエンスを高速化したりするとヒットボックスのオフセットでレンダリングされる問題を修正しました。スニークとジャンプ中にブロックの少し上をクリエイティブで飛行しているプレイヤーがそのブロックに拘束されている問題を修正しました。エンチャントグリントが特定の状況でエリトラでレンダリングされていない問題を修正しました。透明なブロックのエンチャントグリント効果が素晴らしいグラフィックで適切にレンダリングされない問題を修正しました。エンダードラゴンを倒してもエンダードラゴンのバトル音楽が止まらない問題を修正しました。スペクテーターモードのプレイヤーはボートに乗ることができる問題を修正しました。雨が降っていて溶岩にいるときにベビーストライダーが死なない問題を修正しました。ボートが動いている間ボートの特定のモブが歴史ダメージを受けることがある問題を修正しました。構造パラメータが空のワールド限設定により全ての構造が非常に頻繁に生成される問題を修正しました。武装していないビンディケーターが攻撃時に攻撃的な方法で腕を上げる問題を修正しました。サーバーの待ち時間が長いためにブロックが再表示されるとカメラがリセットされる問題を修正しました。モブがソウルサンド、農地、または草の道の内部で窒息しない問題を修正しました。クロスボウを持たないピレッチャーが攻撃的な方法で腕を持ち上げる問題を修正しました。スペクテーターモードのプレイヤーがトロッコを停止できる問題を修正しました。以上、Java 版マインクラフトスナップショット 20W29A のアップデート内容でした。今回はコマンドの変更点が主な内容で、その他はちょっとした修正でしたね。そろそろネザーアップデート第2弾も近いのでしょうか。それでは良い一日を。